奴らは暗殺を逃れた。全力で城を攻撃すべきだ。息をする暇を与えてはならぬ。愛子殿と隼人殿から知らせがあるまでは大砲を絶対使いはせぬ。わきまえろ無限。もっと早く情報が届いていれば今日の戦闘はなかったはずだ。不可解な問題があります。なぜ乙事大将は金沢城の支配を許されたのでしょう。愛子殿、隼人殿、生きてるよ。飛騨村で乙事の計画を聞いた。ユキはメッセージを届けなかったの。その、ユキちゃん、これがどれだけ大切か伝えたはずよ。落ち着きなされ、愛子さんよ。ユキちゃんは悪くないんじゃ。ユキ殿が任務を果たせなんだのは、窮地に陥った我らを救うべく尽力してくれと申したがゆえ。そのようなことはいい。できることをせねばな。二方はおことの趣味について何が分かったのだ。やつとその部隊を飛騨から尾行した。戦闘でよく訓練された部隊だった。武器もよく手入れされていた。城を落とすぐらい奴らには造作もないことだろう。食料や軍備は揃っておりました。数ヶ月は耐えうることでしょう。また影様からの増援がすぐにあるとの話も聞いております。数ヶ月も待てぬ。準備をしろ。次の攻撃には参加してもらう。情勢を優位に変えてくれることを期待する。昇様、私には乙事の守りに関する確かな考えがあります。おそらく今後の戦いへの助けになるかと。もしその知恵が作戦に欠かせぬものというならば、愛子殿、世の力とな。残りは戦の準備だ。指令はすぐに伝える。仰せのままに、昇様。女が政治だと、バカバカしい。見なよ、いいな。また敵の後ろにつくんだな。そのようだ。昔のようじゃわい。愛子さんは一緒じゃないの。愛子殿は昇る様への助言で我らを助けてくれぬか。次の戦いはとても危険ゆえ、ユキ殿は来なくてもよい。うん、私も行く。だって金沢は私の故郷だから。それに裏路地だって全部知ってるしね。お主の意志であれば止めはせぬ。では準備を整え、昇る様の命令を待とう。ユキちゃん、愛子さん、そのすみません。いいのよユキちゃん。その途中でクマを見つけて血だらけで、その難しい選択だったわね。そういう場面私にもあったわ。あなたは立派な大人よユキちゃん。疑っていたこと謝らせて。愛子さん、必ず戻ってくるのよ、みんなと。はい、愛子さん。本物どもは金沢城で立てこもってよ。要塞へ侵入し内側から弱らせよ。二手に分かれ城を両側から攻めてもらう。我が幕府軍は乙事へ正面から向かう。そなたらが役人を撃てば部下の侵入もできるだろう。城内壁で道を見つけ供給庫を破壊せよ。それが終わればいかようにも乙事と対峙できる。彼の死は反乱の終わりを意味するだろう。彼は強敵だ。覚悟してかかれ。そなたらの行動が戦の契機となろう。失敗は許されぬ。奴らからは見えないのよ。私ならこの場所できる。
覚えてる。大きなお侍さんたちの家だ。ここに住んでおったのか、ゆきちゃん。お母さんと長くはなかったけど。ほう、なぜここを離れた。何かあったのかね。嫌なことがね、ずっと前に。そう、こんな感じだった。なあ、あんたんたる記憶じゃったか。すまぬ、忘れてくれ。城へ向かおうかの。うん、早く。奴ら止めてみせる。逃げちゃダメでしょ、アナさん。メロディー。聞こえたぞ。いい場所だわ。はい、今よ。私のよ。オッケー、今よ。素早く、鋭く。ユキちゃんや。空気が。そこを出てからはどうしてたんじゃ。なんで知りたいの。いかにしてお前さんがものを学んでいったのか気になっての。まあ、人から学んだのもあるし、そうじゃないのもある。もし教えてくれる人がなかったら。なれば自らで自らを教えればよい。見て学び、己に問い、己で解を出す。どうじゃ。引かないようにしないと。死守するのだ。素早く、鋭く。膝はつく。ブラックさ。戦は忘れてはなかった。ああ、すぐに行くわい。塔にはもう登らん。私には勝てんわい。昔を思い出すの。はい、ここよ。奴らからは見えないのよ。あと少しだから。外しはせん。いい武器じゃ。朝になるときついじゃん。ネズミの。うん、早く。最後の質問じゃ、ユキちゃん。私は
どうやって銃の音を消したと思う？それは、そうだな、そんな難しいことわからないよ。人生とは素晴らしい先生じゃよ。人が指導してくれた時にしか分からぬものもいくつかある。わしの手ほどきを受けてみるかのう、ユキちゃん。つまり先生、それがお主の望みならのう。本当、はい、教えてほしいです。うん戦場で弟子ができるとは思わんかったの。はい、私は素早い、そして勇敢、素早く尖って膝はつく、ギリはぐさ。やつらを止めてみせる。空気が汚い。士気は弱まっている。進撃だ。敵があちこちにいる。我が命、上様に捧げようぞ。大砲に注意しろ。どうでも撃たれるなよ。近道です。剣術、この辺りは本部は私、再び共に困難へ立ち向かうことになりましたな。あんたと働くのは割と嫌いじゃないですかそれは光栄な話だ。道を探さなければ。早速戦闘か。素早く。なんてことはない。みんな戦ってるわ。失敗は許されない。急ぐぞ。向かっているぞ。我らの出番だ。急がれ。おとりが必要だ。お前は銃を使っていろ。酒に飲まれるか。我慢できんだろう。あとで取り返される。すっごいうるさい。栄光のために。戦だ。上様のために。良い戦略だ。
直ちに勝利は斧だ。戦わせておけ。見つかるな。通りすがりのものだ。近くにいる。後ろの底か。外壁はさほど遠くない。では死に望むとするか。無限、聞かせてくれ。なぜいつも死を求める？名誉の死はそれほどまでに大事なものなのか？上様に仕えるものとして当然のこと。隼人殿も拙者と同じでは？いや、俺はただの雇われ傭兵に過ぎん。主とは違う。移動中、大砲に注意しろ。ギリギリだぞ。手裏剣、刀が血を欲しい。動くぞ。迅速に動け。見つけ。あぶって。早速戦闘区素早く。紛らわしい。別の役人が倒された。飛ばせるぞ。気を散らしてはいかん。手に入れた。素早く。お前らある戦だ。直ちにそこに向かう。どこかに隠れてるのか。戦だ。栄光のために急ぐぞ。我らはいい思い出だ。酒に刀を使われば我慢できんだろう。向かって。誰か黒闇に隠れているのか。なんでもないな。名誉のために。はあ、酒か。向かっているぞ。おとりが必要だ。いい思い出だ。酒に飲まれよ。我慢できんだろう。戦だ。一撃。我らの出番だ。良い戦略だ。上様のための死に立ち向かえ。よし、やったぞい。さらに進撃だ。
進め、将軍のため。なんでもないな。位置に着いたわい。あの時みたい。私は捕まんないわよ。見えないでしょ。奴らを止めてみせる。私ならできる。今よ。奴らからは見えないよ。こうじゃないってば。ジャンプして登るの。はい、ここよ。もう一度戦うんじゃ。そろそろ行かない？奴らを止めてみせる。過ぎるわ。聞かないようにしないと。ああ、もちろん。こうにはもう登らん。昔を思い出すのは、ああ、急ぐべきじゃ。ああ、すぐに行くわい。私ならできる。逃げちゃダメでしょ。おことの兵ではないのですね。戸の鍵を開けておいた。しかし昇る様が城を強襲し終わるまではここにおられよ。わかりました。おことと戦うときはお気をつけください。奴を倒すには真の侍の力が必要です。ネズミの歯。膝はつく、首は草。見えないでしょ。素早く。うるさすぎるわ。引かないようにしないと。うん、早く。奴らからは見えないのよ。逃げちゃダメでしょ。素早く、鋭く。膝はつく、首はぐさ。見えない。小刀さん、嫌よ。すっごいうるさい。移動中。名誉の死ならばそれはまたよし。我らの出番だ。失敗は許されない。上様のために直ちにそこに向く近道を探さねば。良い戦略だ。勝利は我らのものだ。ここだ。迅速に動かねば。やはりわからぬ。名誉にいかほどの価値があるという。そんなものが命の代わりになど。
なればと。貴殿はなぜこの混沌へ拙者についてくる。金欲しさに。いや、責務を持ち、責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが己が使命はしかと心に抱かれよ。栄光が待っておる。急ぐぞ。時間の無駄だぞ。行くな。見つけ次第攻撃だ。行くぞ。早く迅速に動け。見つかるな。剣術。そうだ、計画だ。戦はまだ終わっておらん。刀を、我らの出番だ。見つからん。向かっているぞ。死が訪れる。戦わせておけ。大砲に注意しろ。死が見ておるぞ。我らは勝利を収めるであろう。いないよ。急がねば。一撃、うん、ここは危険だ。名誉と共に死ぬがよい。計画通りにしろ。名誉の死ならばそれもまたよし。上様のために、名誉のために、良い戦略だ。死に立ち向かえ。ここで待つのはよそう。気をそらさないと。大砲に注意しろ。我が命、上様に捧げようぞ。目のある敵だ。直ちにそこに向かう。勝利は我らのものだ。さあ行くぞ。幼児隠れの術、迅速に動け。困難が待ち受けておかって阿部切り多山一殺。栄光のために直ちにそこに向かう。待っても無駄だな。我が命、上様に捧げようぞ。我らは成功する。上様のために。我らは勝利を収めるであろう。一撃。戦争などここで同じだ。迅速に動かねば。はしごが必要だ。みんな戦ってるわ。早速戦闘か。終わりだ。何を待っている。我らでこの戦を終わらせようぞ。刀を使われば失敗は許されない。
戦だ。死に立ち向かえ。共に死ぬがよい。上様のための刃。我らの出番だ。刀を使わねば、名誉のために一撃。終わった。刺激、いや、良い戦略だ。刀を使わねば死が訪れた。向かっているぞ。ここだ。ああ星を取ったかね、無限殿よ。おのこにとって年を重ねるは誇り、貴殿が何よりの証。賢い言葉じゃ。うん、賢いぞ無限殿よ。うん。耳を塞いでね。いいえ、近道を探しましょう。素早く。見えないで。バーン。反乱軍は準備を失った。今こそ好機。おっこととの戦いの覚悟を決めよう。我が命、名誉様に捧げようぞ。私は捕まんないわよ。さっさと行くぞ。動くぞ。もうすぐだ。なんてことはない。助けてくれ。誰かいるのか。迅速に動け。通りすがりのものだ。早く。撃たれるなよ。そうだ。移動中気をそらさないと。大砲に注意しろ。何か聞こえたぞ。忍び足、刀が血を欲しく。素早く。撃たれるなよ。忍び足、移動中大砲に注意しろ。風か。見つかるな。困難が待ち受けておるぞ。死に立ち向かえ。急ぐぞ。勝利は近道を探さねば。栄光のために。直ちに戦だ。直ちにそこに向かう。立ち風。のために我らの出番だ。我らは勝利を収めるであろう。
は一撃。骨のある敵だ。上様のために気をつけろ。迅速に動け。動く。通りすがりのものだ。早速戦闘か。ギリギリだぞ。危なかったな。剣術。いや、そうだ、計画通りにしろ。栄光が待っておる。攻撃を見よう。怠けちゃダメよ。素早く、鋭く。空気が汚い。はい、私は素早い。そして勇敢。我らはくじけはせん。すぐだから。油断するでない戦略だ。おお、懐かしい戦術じゃな。塔にはもう登らん。ああ、急ぐべきじゃ。来ておる、来ておる。じゃがもう無理じゃ。もう一度戦うんじゃ。逃げ、都市には勝てんわい。幕府の刺客どもめ、奴らの匂いがまだ残っておる。軍備を破壊し、次は私に歯向かうか。みんな、位置に疲れよ。タクマ殿、貴殿は甲子へ。向かっとるぞい。ハヤト殿、ユキ殿、行くか。はい。舞台を取れ。影様からの増援が来るまで耐えるのだ。虫けらどもに真の侍の怒りを見せてくれよ。反乱をこれにて終焉へと導く。迅速に動かねば。戦だ。急がねば。向かって、はあ、これは何だ。失敗は許されない。酒にの上様のための役。終わった。我らは勝利を収めるであろう。死に立ち向かえ。刀を使わねば。なし忍びめ。上様のタブ。見つけたら撃て。急ぐぞ。狙うな。我らのおとりが必要だ。我慢できんだろう。それまで優勢を保て。直ちに死が訪れよ。さあ行くぞ。手裏剣を。通りすがりのものだ。困難が待ち受けても使われば。良い戦略だ。行く。終わった。見回りがあちこちに。撃たれるなよ。いいだろう。皆の者、集中しろ。その辺にいるんだぞ。貴様らの首を影様へ差し上げ。そろそろ行かない。行くぞ。大砲に注意しろ。蛇のように隠れよって。なんてことはない。素早く見つけたら撃て。
終わりだ。行くぞ。ギリギリだ。手裏剣準備完了。もうすぐだ。影様が来る。それまで優勢を保て。見つかるな。動くぞ。刃の石を欲しがる。大砲に注意しろ。刀が血を欲しがっている。のように通りすがりのものだ。剣術、計画通りにしろ。早く。ギリギリだぞ。名誉の死ならば許されない。それもまたよし。戦だ。急ぐぞ。この虫けらが、上様のために、栄光のために。これで鎧も貫けるぞ。再装填中だ。直ちに。恐ろしい武器を。直ちにそこに向かう。主砲。油断するな。増援はすぐに届く。これで鎧も貫けるぞ。恐ろしい武器を。これで鎧も貫けるぞ。貴様らの恐ろしい武器を。急がねば。上様のための刃の時じゃ。元を狂わすな。最後の一発。クズめに私を討ち取れるはずがない。なぜ影様は来ない。まだ分からぬか。誰も気はせぬ。影様はお主を見捨てたのだ。そんなバカな。影様、やつに名誉はないのか。裏切り者の臆病者め。拙者は大城無限。拙者と貴殿、どちらも名誉ある武士。誰が影様か教えよ。さすれば侍としての誇りある死を与えん。ありがたい話だが、その申し出は受けられぬ。その男の顔は見たことがなくてな。ならば知っていることを教えよ。くそ、三つの同盟があった。ヤブ大名、影様、そして自分で江戸を制圧するための力を集めていた。だが刺客がヤブを殺した。その同盟の目的を聞かせよ。なぜ平和を脅かす。そうか、最後に会ったのは潜伏の野営地。天幕の中に地図がある。そこで奴を見つけられるかもしれぬ。次は我らの名誉だ。しかし最後は裏切りか。影様に名誉などありはせぬ。正義のもとに鉄槌を下そう。平和な世において侍など無価値。我ら侍は戦いこそが全て。戦いの中にこそ正がある。なれば平和など。影様はそれを知っていた。だから我らはついていくことにしたのだ。なすべきことをなす。これを取られよ。拙者が解釈いたす。皆が承認となろう。あすなおI'm
てまた。どうして影様は裏切ったの？難しいな。もし乙事の話が本当であらば、影様は手の内にある。うん、なら注意していかんとの。愛子さんはどうしているかな？愛子殿と昇様に再会し、江戸へ戻ろう。上様が次の手を考えてくださるであろう。